ニュースポスセブンです。ワールドカップの前に決断していました。サッカーワールドカップカタール大会日本代表の谷口彰悟さんが2017年に交際を報じられた泉里香さんと破局していたことが分かりました。2人を知る知人によると、2022年の夏頃までにはどうも別れたらしいという話が出回っていました。お互いに忙しくなり、特に谷口さんはワールドカップを控えたサッカー人生でも最も大事な時期だったこともあり、お互いに納得しての決断だったそうですとのことです。今後は友人関係を続けるようです。ニュースポストセブン。